はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、バンプ高校の佐久山ですね、投手でやっていきます。で、投手はまだ一人も作ってないです。1メートルも登ってない状態なんですけれども、まあ、とりあえずこんな編成でいこうかなと思います。まずはどれからいく？減点投球、減点投球を一ノ瀬で取って、あと超尻上がりのコツを振動で取って、復活をシナリオ金徳で取ります。で、あとは先手筆奪をシナリオ金徳で取って、稲穂ちゃんで本塁打現金取って、ドクター系を虹谷で取る。これで一つで、あと走者釘付けをシナリオ金徳で取って、変幻自在を水木ちゃんで取って、水木ちゃんはしかもあの特攻キャラになってるんで入れてますというところで、なるみで、ミナカツを取っていきます。こういう編成でやっていきます。で、ここは今回オーブ的には走者釘付けをシナリオ金徳で取るので、これは強化ですね。強化が多いと確率が上がる感じになると思います。まあ、投手は結構悩んだよね、編成的に。どうしようかな、振動とかね久々すぎるんだけど使うの。とりあえずコツがあるから、水木ちゃん、水木ちゃんはね、もともと初期評価も低いし、まあ上げといて損はないでしょう。で、まあ忘れず監督の評価を上げとこう。虹谷か、虹谷いいな。振動はでも尻上がりのコツが結構安定するからね、狙ってはいきたいけど、やっぱ虹谷だな。虹谷はドクター K を取りに行く関係上コツが欲しかったけど、くんない。あと稲穂ちゃんもいるんで、できれば虹谷からモテモテは取れれば取りたい。で、そろそろメンタルをやんないときつそうだよね。 12% か。いや、コツがあるのか、ちょっとやりてえな。やろう、無理してやった結果練習。次は寝ないとね、さすがに。で、あと1回くらい練習すると多分まだか、もう2回くらいいけるか。寝て回復して、で、あと2回練習できる。刺激はね、意味ないっちゃ意味ないからね。で、あと走者釘付けを取る関係上、敏捷ポイントは欲しいんだけど、強化でね、守備伝やるとかなり取れるからね。ちょっとこれでいいや、強奪。ようやく稲穂ちゃん出てきたか。評価上げてこう。あ、3人いる。でも刺激になりそう。なるかどうかは分からんけど、まあいっか。強奪になった。虹谷からコツもらおう。いいよ、ここはしょうがないよ別に。練習レベル全く上がってないけど。よし、川西とかいうやつがいるけど大丈夫か。まあ、コツくれれば何でもいいよ、とりあえず。ちょっと待って、ナイツかんだ。川西から逃げ玉、なるみから牽制、クイック、めちゃくちゃ掴んだ。やった、それは結構おいしいな。虹谷掴めなかったけど、よくわからん。でもらう、いらん。で、緩急。一ノ瀬がタッグを組めるようにはなったけど、どうしようかな。3人、まあ、評価下でいいでしょう。で、メンタルも挟みつつちょっと変えていきたいよな。まあ、タッグ無理やり組むっていうわけじゃないからね。魅了。てか稲穂ちゃんどこ行った、出てきてなくね。いや、自己紹介では出てきたけど練習に出てきてなくね。魅了するか、
これ何がいい？バドミントン、適当。経験点の違いだったはずなんで。筋力技術、いた。ちょっと評価だな、評価上げ。吸収にはなってるけどさ、ハロウィンって結局回復するからね。ここ人がいっぱいいる。無駄にメンタル魅了、ラブパワーで、ツーシームは次か、選択肢が出てくるはずなんで、もう一回練習か。なんか結構揃うは揃うね、人が。じゃあ稲穂ちゃんオッケーだ、90、結構稼げんだ。コツはポンコツ、まあまあかな。でこれはストレート、ドクター K を取りに行くんで。さて今なんだっけ、吸収か、もう体力あり余ってるからな。強化にしておく、とりあえず変化球にして強化にしておこう。で強化をもうやっちゃおう。で断って進んでいく。さてそう、ここでね敏捷とかめっちゃ取れるんだよね。経験点的にはここがいいよね。100、300、400、300、400、500くらい取れるからね。ここだな、安定の強化。でこれは手伝って、ちょっと経験点を見ていきますか。変化球ポイントが全然ない。変化球ポイントいる？むしろ緩急1で取っちゃうか。取って問題ないよね。リリースも取っておこう。逃げ球、そう振動持ってるけどね、あれ振動持ってたよね逃げ球。まあ1でいいでしょう。バント封じ取らなくては。まあとりあえずこんなもんで、あとは強奪ももうやったから特にレベルを上げていく必要がないんで、まあ少しの経験点を稼いでいきますか。なるべく強化に固めつつ、ちょっと他のもやんなきゃいけないんで。どっち、マホちゃん。よう体力回復した。これは2回目コントロール。というか告白が来ない。黄色い1000円モテモテになりたい。おお、モテモテになった。これは回復してくれるからね、イベント的には悪くない。で、なるみのコツはなんだっけ。てか水木ちゃんまだなの。まあ、別にいいけどさ、敏捷ポイントがないからね、牽制を潰せないんだよね。なるみはキレくらいか、いいのは。牽制、まあ取るは取るからね、牽制コツつかめば。これは普通で強化にはなってるけど、どうしようかな。せっかくなるみがいるんで吸収にして体力を減らして、次は極限になるよね。まあ、こんだけ減ってればまあまあいいでしょう多分。記憶てか彼女がいない。コントロールはまあなんとなくまだいいや。変幻術で取るか。牽制4だ、取ろう。これを5にしてもしょうがないからね、低め。割と技術はある。尻上がりはやっぱり欲しいな、コツが欲しい。バット封じを取る敏捷ポイントがなくなってしまった。吸血しよう。577682がある。
神道とかまだなんだ、別にいいけど。筋力変化球か。そして一人のクリスマス悲しい。変化球なんとなく一個覚えとく。どうしよう、まあ普通にフォークでいいや。4くらいフォーク1本でやってこう。刺激もなー、やんなきゃいけないんだよね。で、キレラブパワーセンス、まあ、これは普通に調子安定を取る。集まっていくか。悲しいけどちょっとでも経験点をもらっとこう。で、あとは練習をしつつ調整していきますか。刺激とか言ってもね、大してっちゃ大してだからね。ようやく来たか。よーしょ、おーいいね、強奪。次あたりからちょっとゲージの色を調整していこう。で、感動的打たれ強さ一応くれるんだ。次だね。次はまあ刺激もありかな。魅了もありか。ちょっと魅了するか。魅了をこなしておこう。で、これは勝手に進むやつか確か。で、ちょっとポイントを使っていこう。野手なんだったっけ。野手は固め打ちと本塁生還だ。本塁生還臨床めちゃくちゃ使うからだ。コツのあるものとしては、まあ、重い球ないけど取ろう。要所は1でいっか。緊急登板、変化じゃなくて速球対抗心全開、アウトロー球威制圧。よし、こんなもんかな。ちょっとこれで吸血をかけよう。264か。まあまあまあしょうがない。稲穂ちゃんだな。筋力精神なんか鳴ったけど何変更されたのか。で、これは下で守備連がある。一回強化でちょっと守備を吸い取っとかないと敏捷が絶対足りないからね。振動とりあえずコツをくれ。バックさ抱えてしまった。で、バレンタインで回復してくれるんで、まあ、それなりか回復。経験点結構くれるね。虹谷か、欲しいよな。キレってどうなってんだっけ今。取れない、敏捷が足りねえわ。奪三振普通に欲しいからな。しかも強化になったし。よし、奪三振は3で取っちゃうか。ほら行け。一応抑えた。みなぎる活力。ん、これはなんか変わるとかあったっけ。あとちょっとデートをこなして強化を維持しつついきますか。で、みなぎる活力は骸骨があるわけじゃないんでそのまま取っちゃいます。で、奪三振も取る。で、デート2、3回やれば極限状態になるかな。これも何がいい。ゲームセンター技術変化球か。ちょっと待って、これ変わったら嫌だから。
バラエティが変わらず体力も回復できそうなんで、これにしよう。一応ね、3番目が強化だったね。で、ちょっと練習を見つつ、強化があれば強化にしたかったけど、どうする ?1、2、3、 あと刺激、刺激だよね。あれ刺激やった？3色目は吸収だよね。やっぱり刺激がないんだ。振動のコツか。いや、ちょっともう一回強化しとこう。で、3回目は特になしだね。4回目で選択肢があるから練習しよう。大してくんなかった。どう、ちょ、やべえ、1人しかいない。悲しすぎる。人数だよな。守備でちょっと敏捷を稼いでおきたいんだけど、もう一回デートする分には多分大丈夫なんだよな。メンタルはもう変わっちゃうから、もう一回デートだな。ちょっと考えよう。これでもうワンデートする。極限状態でデートをする。あれ、まだか。次のデートで選択肢か。吸血、守備、人がいる、97、まあ、技術も238もらえるし、これはこれでいいでしょう。俺はちょっと敏捷が欲しいんだ、マジで。で、技術が230あるから、ちょっといい。C くらいまで上げとこう。いや、でも C まで上げると精神だいぶ使うな。どっちかっていうとスタミナの方が重要なんだよね。スタミナ C に上げとかなきゃ復活が取れないんで、これは必要。で、あと変化球ポイントが何気にあるから、何気にあるんだけど、クロパイとかもな、技術が200とかだっけ。野手、広角打法、代打、ホーム突入、さよなら、自分は技術めっちゃ使うからな。まあこれでちょっと考えよう。で、ちょっと敏捷欲しい。で、形勢逆転、まあってもなくてもいいやつだっけ。これはドクター K。で、クイックがとりあえず取れるんで、クイックは取っとこう。で、キレもいけるでしょ。敏捷系をこれで使ってこう。球速安定。で、バント封じも必要。で、手応えも取ろう。形勢逆転になったら、精神が今度足りないのか。強化で精神を狙うのはありだな。これはちょっとコツだな。振動から仕上がりが欲しいんだけど、くれない。いや、ラブパワーとかどっちでもいいです。経験点は結構くれんね。おお、ここは、いや、ここも結構いいな。ここにしよう。で、あと刺激にするか強化にするかはちょっと見つつだね。うん、刺激がある。虹谷は何か欲しいのあったっけ。もう別にっていう感じだからな。なるみとスカウト3評価。あ、敏捷ポイントくれるんだ。そういえば守備連があるから。これ変わるんだっけ。内藤さんで一応強化にはなるけど、刺激もやっておきたいしな。重い球も取ったし、ちょっと今回刺激でいこう。
まあ練習はしておきますか。はい、で一応タックは来てる。いや技術がめちゃくちゃ余ってんな。打球伸びとか取るか。取れるよね、このピンショーポイントあれば。であと何気に取れた守備職人。いや敏捷が一気になくなったら、ちょっと守備職人19使うのか。まあいいや、他もちょっと野手系の敏捷を使うのは無理だよな。精神も意外に足りてないからな。アベレージヒッターとか欲しい、欲しいけど無理。どこ、進藤か。ここ2人いるね。まあ、ちょうど経験点も取れるし、2人固められるし、やろう。精神くれたな。なんか割と足りないのくれる気がするんだけど、気のせいかな。いいやつになるんだこれ。であとはじゃあひたすら強化を狙っていくか。強化がないときはタックをやって、まあデートも完走させないといけないからね。でここを変える必要ある？どうなるんだ？え、誰これ？真帆ちゃん。で強化、一応強化にしとこう。でさらに、いや来るね。やっぱ来ると結構経験点はもらえるけど、もらえるけどちょっと技術がやっぱりすっげえ余ってんな。対左とか取っとくか。一個伸びはな、筋力も使うからね。玉持ちクロスファイヤーか。なんか直撮りしちゃってもいい気がするんだけどな。内角順応にしよう。まあ一応ちょっと経験点的な感じでこれで、これは勝手に進んでいくから回復した。よし、これもちょっと安定の回復で。で強化強化強化がない。何ターンあと1ターンか。縛り付けられてんのが。でビデオチェックして、体力減るんかい、ビデオチェックで。いやもうちょっとちょっと厳しいよ。やばい、強化がない。どうする、ここ強奪してもコツがないからな。じゃあだったと一回やっ、もうできないよ、もうできない。もう練習をしないとダメだから。練習一回できるけどない。じゃあどうする、振動、振動やろう。で魅了にしてちょっと魅了やっちゃおう。最後にコツくれ。よし、尻上がりで死ぬ、死んでしまう。308308を回収するか。変化球ポイントがむちゃくちゃあんな。減点投球安っ。そうか、アウトロー球取ってあるからか。縛りはな、精神ポイントですか。形勢逆転、で変化球伸ばしていく。じゃあフォークフォークフォーク、これでいいや。で吸血でどっちでもいいや。はい、こっち筋力精神走者首付け復活。
からの敏捷が必要なのでもう一回強化したいんだよ。もう一回強化でちょっと敏捷を取りに行きたい。これはもうマストだな。で上本塁打現金4回目で取れんのかそのまま。てかなんで強化ないの。でも変化球ポイント正直いらんからな。虹谷コンコツ一応取るんだったら、こいつ結構体力減るな今更だけど。てか何もねえ、何もねえからデートするしかねえわ。これ回復すんの。回復したか。あ、逃げ玉掴むんだ。知らなかった。それは知らなかった。でちょっといろいろ取ったら走者釘付け取れるクイックが重いんだ。そう考えるとなるほどね。ちゃんといけるやつを取ってこう。火消し先制ストライク安全圏復活取ろう。クロスファイヤー強打者現金で散り上がり。ポーカーフェイスはどうしようかな。ポーカーフェイスの方が全然軽いからね。打たれ強さでやっぱりそうすると摂取が足りてない吸収して摂取稼ぐ。吸収で稼げるかどうか知らないけどけここいいな。みずきちゃんがいるからそれなりに精神くれる。やろう。よしちょっとちょっと強奪なってもう一回いけるよね。メンタル吸収いやもう一回いける。これやって吸収して体力回復しよう。よしそれいこう。結局金徳はもう取ったからね。でここはもう確実に勝ちに行く。ピンちゃんで。てか俺マジックソだから能力がマジックソだからな。コントロール F とかちょっと大丈夫か。これダメっぽいぞ。球速100いや意味ある。上げる意味ある。これで行くしかねえ。いや特能はかなりある。復活もあるしいけるはずだ。復活とみなぎる活力でなんとかスタミナを保っている。ただしめちゃくちゃ打たれてんだけど1点取られてるし。でフォークはねやっぱり使える。かなり空振りを取れる。おお危ねえ。この先が心配なんだけど。ただN、吸血しなくては。325500787これにしよう。ただし使わなくてはいけない。マジで技術どうしよう。変化球もう一種類覚えとく。カーブ意味あるって本当に意味あるって感じだね。ただのさポイントの無駄だよね。だったらなんか特能っていう感じなんだけどさ。荒れるか。伸びをつけるためにジャイロボールもつけるか。精神使わないのがいいな。根性とかないし。根性も闘志もない。回復とか伸びつける二人強さだってもあるでしょ。伸びつけを1。一気になくなった。で787これを吸収する。おお爆弾取れた。やった。そういえばそんなんあったね。で結構ポイント持ち直したな。で強化にして今度こそ強化にしてもう一回ちょっと敏捷を取りたいよね。で最初はまあ
大した練習があるわけじゃないんで、ミサちゃんとブラッドタック組んで体力を減らさない方向にするか。さてダンジョン、ここもピンチャーでいこう。でちょっといやもったいないかな、技術どんくらいで100以上使うな。いやめちゃ使うな。いやこれでいこう、もうとにかくこれで乗り切るしかない。連続三振になりました。いや一回も回ってきてないんだけど、あのピッチングがガッ打たれた。代打やるな。これが4度目のバッターボックス。一回も回ってきてない。ここに来てめった打ちにされてんだけど。いいバッティングを見せました。第2球危ない球、こいつもパワーヒッター持ってるのか。見送ってストライク、一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は板橋、打ちました。いい当たり、ライトを取りました。いやマジで心配この先で、強化が欲しいんだけどないよな。今さら吸収っていう感じでもないしな。水木ちゃんかクロスファイア取っちゃったしな確か。デートをする意味もないしね。じゃあちょっとこっち、スタミナがちょっと上がるで技術精神が取れるから。おいお、そうだ一ノ瀬がいるんだ、ありがとうございます。最後乗り切ったぜ。あ強化ある、もうこれで乗り切ろう。いいねいいね。マーチェットもなー強いかんな。伸びはもういいでしょ。タイピン1取っとくか。回復もまあ取っとこう。ポーカーフェイスか投資かって言われたら根性が欲しい。キャキ結構使うなやっぱり精神。玉持ちもまあ能力的には悪くなさそうだけどね、試合で役立つものが欲しい。いかんせん弱えから芝生とかあったら良さそうだったけどね。投打躍動とか、そうするとあと取れるやつ2だ。ヒットを打つと相手のスタミナを削る、とっとこう。なんとなく発逆転とかも虚しいだけだからな。上り上司とかね良さそう、トルアシストと安いから、ちょ安っちいやつとっとこう。気分屋はねマジでいらねえ、本当にいらねえ。投手でも気分屋になるからね、意味がわからんっていう。あっき打ち、あ、便所が足んねえんだ。やっぱり最後便所取っとくべきだな。怪我、筋力はまあそこそこあるから。よしちょっとここに行きましょう。むちゃくちゃ打たれたんだけど6失点した。被安打12、自責点4。でも6失点のうち自責点4なんだ、俺は悪くない。ちょっと待って強化、あ、あるね。最後に強化をやればいいわけだから、もう一回減らしておくか。そうすると、まあ、二次谷からもポイントもらえるし。よしよしよし、負けはせんよ。ピンちゃんで点を取れば勝てるんだ。スタミナが意外にある。変化球ポイントマジでどうしよう、もう取るのないもんね。玉持ちもな重いしな、ポーカーフェイスあってもしょうがねえしな。ちょっと便所入ってから考えよう。7点取られても17点取ればいいんだ、それだけの話。被安打14自責点7、全部自責点だ。じゃあ最後はもう吸血をしちゃいましょう。便所28か、
微妙だな、敏捷必要なんだけどな。いや、まあでも5人いたからね、極限にはなんなかった分しょうがないか。これで一応ね、ちょっとした敏捷のものが取れると思うんだよね。東大駆動は無理だな。36は絶対足んないし、本塁生還を取れるかどうかだね。ポイントとしては気分が最後に取ればいいんだ。最後に取ればいいからまだいらない。ヘッスラー25か。だったら、いやだったら投手系だな。縛りも25使うのか。なんか一桁とかで取れるやつないの。卵ちょっと、もうポーカーフェイスは最後に取るか。いや、あってもいいな。で、ここら辺も取ってあるから、じゃあ縛りていくね。見逃しが少し増える、いいな。ちょっと取ろう。あれで最後になんか取るって言ってなかったっけ、なんかを。わかんねえや。あ、大丈夫か。これで大丈夫だよね。エピログポイントくれるし。あぶねえ。負けるとこだった。土だ。てかこいつ吸血鬼じゃねえか。顔が青い。てかみんな吸血鬼なんだっけ。なんかわかんねえや。ちなみに俺は被安打5、自責点3、早々に変えられたんだけど。で先手1つ。あっね、これ取れなかったらもうピッチャーとかやりたくないんだけど、試合に時間がかかりすぎる。なってもいいよ。なんかくれる？何もくんねえ。そういうもんか。さて、じゃあとりあえず先手必奪だけ取って、他取れそうなもの、根性とか取っちゃうとだいぶなくなりそうだからな、経験点が。ちょっと野手の方に行くか。あんまりポイント使わないやつがいいんだけど。意外性、精神を使わないやつがいいな。もうそんなのないか。いや、だいぶ精神使うな。接戦、一発逆転、初撃、広角打法が取れんな。うまい感じに広角打法が取れんな。え、これ取って広角打法取れんの。広角打法っていくつ。精神中3か。微妙に足んなかったね。まあ、どれも変わんないからまあいっか。他上げられるものがあるとすれば何。球速くらい。まあこんなもんでしょう。ランクは低いのはしょうがない。321か。まあこれが限界でね。958位とか。繊維は入れなさそうだな。繊維から滑り落ちて終わりそう。いや投手はもうちょっとやりたくないわ。かといって野手が上がるかって言ったらそんな感じもないと思うんで、多分もうこのメートルで、柵山は終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。